やった。やろう。ぬかるみ。いやいやいや、ちょっと待って。トラブル、トラブル。やば。いや、汚れましたね。ああ、だいぶ。汚れました、ね。後ろがだいぶ。やば。走ってる感が。来たね。デビューおめでとうございます。ありがとうございます。グラベルデビューです、今日で。先にまっすぐ走ってください。もうひたすらまっすぐです。竹林抜けるまで。はい、もうちょっとですけどね。グラベル、気をつけてください。おい。あら、ちょっと難易度高いかも。いや、こんなに荒れてると思わなかった。ちょ、僕が走れてないっていう。やば。あれ、無理だ。あれ、これ、前来た時は、はい、あの、砂じゃなかったんですよ。じゃあここまで流されてきた。流されてきたってことですね。はい、大雨降りましたっけ。なんか崖も降りてますね。一回動画撮影しに来た時めっちゃ綺麗やったとこです、はい、ここ。多分川がここまで来てたんだよね。あ、川が増水したってことですか、もう。多分上流の方から下流に向かって。はい。なんでここ砂じゃなくてちゃんとした道だったんですよ。あれと思って。先週ぐらいの大雨です。そうっすね。どうしよう、撮影スポットがぐちゃぐちゃなんだけど。マジか。うわ、残念だな、これは。綺麗な石畳だったんですよ、さっきの道が、はい、だからその地面も取り替えるし、はい、双子岩まで行けるんですけどね、綺麗な竹林を。面影が。まあまあまあ、次はいよいよグラベルロード、林道。ただそんな登りめっちゃきつくないですよ、はい、間違いなくきつくない。その次最後に、はい、池、あのミントグリーンみたいな、ああの写真の、あ、置いてもないですよね。あ、こう僕のカメラやったらあれですけど、はい、GoPro であの綺麗さだったら一眼はもっと綺麗ですね。そうですね。はい、ようこそグラベルロードの世界へ。雰囲気があってでしょ、でしょ、これっぽいっしょ。しかも車来ないからやばいっしょ、これやばいっしょ。はい、下注意。はい、きつ、さっきの砂のダメージが。あ、きつ、こんなきつかったっけ。あ、この前 3T で来たんで、あ、全然ちげえ、重っ。キャリアついてますしね、これ。ここだけっすよ、ここだけ。ここからちょっと緩やかになります。いやー、教えたくなかったな。岩だけ注意してください。グラベル入ったら基本もうローギアで回した方がいいっす。段差あるだけでもう引っかかるんです。もう一番加速してます。あ、いい、いい、あ、いい感じ。わお。わお。いや、僕はガリバルディなら荒れた道行きますね、強気で。来た、石石石石。苔とかはかなり、はい、あの空転するんで気をつけてください。はい、ずるっていくんで、特にこの僕らのタイヤだと、はい、あ、そうですね、スリックなんで、ゆっくりでも行った方が。うわ、涼しい。
今日飛び込んだら寒いかな。あ、でも今日は涼しいじゃないですか。振り帰りが帰りがべっちょべちょできて、車来ないからもう絶対的な安心が。そうですね、だいぶ交通量がないだけで走りやすいですね。一応多分登ってるんですよ、はい、こう獲得すると260とかだったと思われるんですけど、楽っすよね。4%とか 3% ありますね。でもなんか 楽に感じるんですよね。まああのゆっくり走れるからですかね。そうっすね、なんかもうオフロードって楽に感じる。まあ路面があれな、見えない。そうっすね、うん、あと暑くないっていうのは、ああそれもありますね。もう200ぐらい獲得しますね。はい、一応クマスズ、はい、この気づきベルは必須かと。あ、念のため、はい、ダイブしていいですか。あ、どうぞ。ここっす、ここ撮影の裏側的な。いやマジでこんな感じで行ったんですよ、はい、こうやって行って、これ僕が作った足場ですもん。ぬかるみ岩注意、ちょっとストップです、はい、ストップです。ここは無理します、しないでおきましょう。ゆっくり行きましょう。もうここは走れるんじゃないですかね、ギリ。ここ無理せんでいいっす、ここガチで。あ、空転する。ここは無理っすね。 1C は難しいっすね、走るの。いや、もうその 32C で走るだけすごいっすって。しかも空気圧低めっすよ、僕。空気圧マジ重要っす。ここはやめた方がいいやつ。あ、言うてこれ下見してるんで大丈夫っす。ああ、もうなんかここ歩いたなっていう記憶あるんで、はい、ああ。あ、アコ抜けたら、はい、下りで、はい、池行けます。現時点でライディングテクニックがありますね。僕よりありますね。いやーでもいいわ。3T より全然こっちの太さの方が走りやすいっすね。あ、沼。あ、そうっすね。ここ歩いたとこっすわ、僕。やめましょう。インスタで無理って言ったとこっす。あ、それは。はい。降りた方がいいです。あの荷物気をつけてくださいね。はい、すいません。これかなり滑ります。はい、この粘土みたいな。マジで慎重に。はい、おっす。でも歩けばいいだけなんでありじゃないですか。あらかじめフラットか
SPD で来たクランクブラザーズか、うん、で来てくださいとメンバーに。そう、日帰りなんでね。見てくださいこれ、大っすよ。あの、自分ここ走りましたって言ったらやばいっすよ。まあ見た目以上に大変ですね、この写真で。そうそうそう、伝わらない伝わらない。実際行ってみたいと。うわ、あた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 。はい、ここ止まりまーす。来ましたね。鳴らす鳴らす。こっち来んなーって。あ、もうこっから楽や。なんかいたじゃん。こっからは楽っすよ。来た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 。うわ、なんかもや出てません？もや超幻想的。でっかいオタマジャクシ。大チャンス。なんで僕の場合虫パクたかるね。超綺麗じゃん。これはやばいよ。カメラ、30万のカメラの。カメラ。もや出てる、もや。この間こんなんじゃなかった。気温差があるってことですね。はい。おー、危ない。この間はもうちょっと綺麗で透明で、魚とかめっちゃすごかったっす。獅子神様出るんじゃない？もう雰囲気的に。雰囲気やばいね。今日は連れてきた甲斐ありますね、ここ無理やり。この映像は前回より素晴らしい。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。